はい、山形県酒田市バイク屋の鈴木モータースです。私高橋が YouTube を撮っております。今日は2022年モデルのオフロード試乗会、メーカー主催で今日開催されるということで、私営業の高橋と会長整備の工場長と3人で行ってまいりたいと思います。いや、もうワクワクですね。オフロードの 150EXTPI、 250EXTPI、あとは T150i など、当店でも入荷する車両を実際に乗れるっていうところでね、いっぱい乗ってきて、いろんなインプレッション、どんな感じだったかとお伝えできればなと思います。ではですね、まだ今朝の3時なんですけれども、これから会場に向かって出発したいと思います。はい、ということで今オフロード会場に到着いたしました。はい、もうしっかり雨降ってます。こんな感じで今会場に到着しております。これからですね、受付と車両の予約をしてですね、オフロードの格好に準備してバイクに実際に乗っていきたいと思います。いや、やっぱりかっこいいですね、オフロード。当店でも入荷予定の150の EXTPI と 250EXTPI ですね。続いてこちらがハスクバーナのブースになります。 T150i と TE250i、 また TC もありますね。でこちらがガスガスですね。当店では取り扱いはないんですけれども、こちらもとても有名なところで、いや、この横のガスガスっていう文字がいいですよね。最後にこちらが3台カスタム車両になります。早速がこちらエクスプローラーに変わってますね。ノーマルだとこちらまた違うんですけれども、こちら3台こちらも変わってる形になります。今当店のスタッフがバイクを見てますね。それが T250i ですね。そう、今仕上げてます。で隣にあるのが T150i、 こちらも当店に入荷いたします。でこちらが KTM の 150EXTPI ですね。 150EXTPI が2台あって、続いて 250EXTPI ですね。こちら300のエルツベルグロデオになります。でもデカールから装備がすっごく豪華ですね。250SXF ですね。もう競技車両ですよね。今の会場の様子ですね。今から会長とお昼ご飯いただきます。午後も頑張ります。
試乗会兼研修ですね、終わりたいと思います。ありがとうございました。